報ですけれど、まず天気から聞かせていただけますか。はい、明日もですね、九州高気圧に覆われて晴れる見込みです。はい、ただ午後は所々でにわか雨や雷雨となります。はい、明日も急な激しい雨や落雷など天気の急な変化に十分注意してください。ちょっとですね、午後とか夕立など青森も一部続いてますよね。そうですね。明後日以降はどうでしょう。はい、明後日以降は九州が湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。はい、じゃあ、これまでとは天気が変わってくる感じですか。そうですね、雲が多い天気となります。はい、また沖縄がですね、明日もおおむね晴れますが、一時雨が降るところがありそうです。はい、先島諸島がですね、時々雨が降りまして雷を伴って雨足が強まるところがありそうです。はい、また来週にかけては沖縄が晴れたり曇ったりの天気続きそうです。はい、さあ、そして、はい、どうぞ。あ、はい、今日が立秋ですね。はいはい、今日立秋でしたっけ。はい、そうなんです。8月の日は立秋です。あ、はい、なんかあの感覚がないですよね。そうですよね、暑いですから、まだまだ、はい、まだ秋という感覚がないんですけれども、暦の上で葉っぱ早くも立秋。なるほど。はい、秋に入ります。はい、これから、11月6日までですね、立冬の11月6日までが暦の上での秋となります。はい、そのどうでしょう、はい、気温はどうですか、この先は。この先もですね、まだまだ立秋ではありますが、まだまだ平年を上回るような35度前後の危険な暑さ続きます。はい、ので、はい、熱中症についても厳重な警戒が必要な状況続きそうですね。はい、屋外での、ね、作業などはちょっとなるべく避けられる場合は避けていただいて、はい、どうしてもしないといけないという時には、まあ、水分補給、あるいは必要に応じて塩分の補給、そしてまたこまめな休憩ですよね。まあ、時間を決めてアラームなどをかけて、ついつい、ね、屋外で作業していると時間を忘れてしまいがちですから、はい、こう定期的にこうちょっと休憩とか水分補給とかを取れるような、そういうなんか工夫が必要ですかね。そうですね。また高齢者は暑さ感じにくいだけではなく、暑さに対する抵抗力も低下しておりますので、はい、意識して水分補給して声を掛け合ってですね。そうですね。はい、お願いいたします。声を掛け合ってください。はい、声を掛け合って熱中症から、ね、ぜひ命を守っていただきたいと思います。はい、はい、白井さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまで日本気象協会の白石奈美さんとお伝えしました。では続いてお知らせです。 NHK ではラジオ深夜便の集いを9月7日、来月7日土曜日に福岡県岡垣町の岡垣サンディアイハミングホールで行います。北京オリンピック、ロンドンオリンピックに出場した元バドミントン選手の池田慎太郎さんによる講演や、ラジオ深夜便の向井康子アンカー、山下誠アンカーによるトークをお楽しみいただきます。観覧ご希望の方は NHK 北九州放送局のホームページから申し込みください。締め切りは8月14日水曜日、今月14日水曜日です。続いて NHK から受信料、学生の免除についてのお知らせです。 NHK では2023年10月から親元などを離れて暮らす学生の放送受信料免除を拡大しました。奨学金を受給している学生に加えて、年間収入が130万円以下、国民年金保険料の学生納付特例、国民健康保険の就学特例の対象となる学生なども全額免除の対象です。これによりまして、親元などを離れて暮らすほぼ全ての学生が対象となりました。すでに放送受信料を支払いの方はホームページから